はい、こんにちは、チェズチャです。それでは今回は本日配信のイベントクエスト、競争襲来破滅と滅亡の共演初見プレイに挑戦し、報酬も確認したいと思います。私事で大変恐縮ですが、本日お誕生日です。誕生日に新しいイベクエがやれる幸せをかみしめております。このクエストは闘技場で激高したラージャン2頭を討伐するクエストで、報酬で重ね着装備が入手できるとのことです。アイスボーンでは同じようなクエストでマッスルガンマの重ね着装備が作成できたので、もしかしたらマッスルガンマが来るんじゃないかなと期待はしております。なんですけど、予告動画でですね、マッスルガンマの重ね着がなかったので、よいしょ、フロンティアの重ね着とかになるかもしれません。よいしょ、怖い、よいしょ。闘技場なので柵で分断することもできるんですが、柵を使えない病気を患っておりまして柵は使えません。せっかくだから2頭同時討伐を味わいたいという非常に悪い虫がうずいております。同じ不治の病の方いらっしゃいませんか。よいしょ、はい、危ない。装備は福間共鳴恐竜症という恐ろしく攻撃的な装備構成できております。おー、痛い痛い痛い。昨日回連戦しました。クエスト終了後に装備ご覧いただきたいと思います。いや、いいダメージ、はい、よいしょ、動いて、はいはい、もう一回切るかな、無理、よいしょー。これで雷やられになるのいいですよね。スタンゴ取れちゃう。回復して、そしてかきり虫を取ります。多分おそらくこれで交流ができるので、よいしょ、スキアリー、交流のためにかきり虫取りました。せーの、1036、歩いて、1036、総流大技。月光ラージャンの玉肉質は頭が55で、前足が40、属性が、弱点属性が氷で、頭に30、残りが15引きます。なのでとにかく頭を狙っていきます。よし、この体型が大きい方のラージャンを先に沈めたいです。危ない、もう一回来るよ、はい。いや、多頭クエスト楽しすぎます。モンスターハンタートライジンを思い出す。モンスターハンタートライジンはね、ほんと多頭クエスト多かったんですよ。闘技場で、ああ、大連続とか多頭クエストとかね、多かったんで、めっちゃ好きな作品です。危ない、あ、届かないんだ届かないんだ。意外と飛距離は短かった。いやー、来るねー、よいしょ。せっかく雷やられになってるんで、雷やられになってる方向にします。はい、よいしょ、あー、いた。お団子防護術が強い。福間共鳴とお団子防護術のシナジーがやばい。いいよー、痛い怖い怖い怖い。お、弱った、弱りましたね。捕まえちゃいましょうか、捕まえちゃいましょう。落とし穴で捕まえてしまおう。うまく入ればいいんですけど、だいたい違う方が入るんですよね、私知ってる。ほらほらほら、あー、抜けた。来るか来るか、おー、入ってくれた。よいしょ、オッケー、捕獲しました。じゃあここからは1対1を楽しもうと思います。頭ですね、頭を打たなきゃいけない。よいしょ、よいしょ、頭を打ちます。はいはい、よし、
きっちりと頭を打ってきます。あれどこ、あターゲット忘れてました。いいダメージ出てますね。無理しない、頭を狙う。オッケー、はい、時間取った。いやーやばいやばい、さすが福間共鳴恐竜症、ダメージ半端ないです。よいしょ、ここで仕留める。スタミナがないのでワンセットいって、弱ったので捕獲したい。先に捕獲用麻酔弾を当てましょう。当てて当てて、でしびれ罠を置く。お疲れ様でーす。終わりだ。無事初見プレイ達成しました。報酬がラジャンハート、これ嬉しい。なかなか出ないんですよね。なるほど、交渉チケットかな。怒り狂う獣たちを沈めた者に贈られるチケット、不気味に輝く重ね着装備と交換できるとのことです。じゃあマッスルじゃないかな。だって不気味に筋肉は輝かないもんね。筋肉は輝きはするけど不気味ではない。クリアタイム5分54秒。マスターランク結構上がりますね。キュリアクラウンありました。チケットは1枚で作成ができるみたいなんですがなかなか必要な素材がいきつない感じできました。色がこんな感じで変更ができるみたいです。かわいい。この服的には白がいいかな。髪の色的にね、着彩位置がこんな感じで全体変えれて、着彩2が横の模様を変更できちゃうみたいです。良い感じでね。今公式ツイッターを確認したらエスピナスアッシュのツイートがあったんですよ。エスピナスアッシュ、この時点でエスピナスアッシュのツイートをするのであれば、TGS でエスピナスアッシュの発表だけっていうわけにはおそらくいかないじゃないですか。なので TGS で玉三つね、アッシュか希少種とかね、あとは例えばなんですけどエスピナス希少種とか、そこら辺の発表があるのかもなと今睨んでおります。装備もご紹介しております。あと来る可能性としてはどうでしょうか。ティガレックス希少種とかいかがでしょうか。トーなんでね、希少種枠として久しぶりにティガレックス希少種が再登場するという説はいかがでしょうか。私はその説も推したいなと思っております。ということで今回は以上です。動画良かったよっていう方や誕生日おめでとうって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またサンブレイクの動画投稿しますのでチャンネル登録もお願いします。またねー。Thank you.